カガラジエンタメサラダ皆さんこんにちは時刻は十一時半を回りましたカガラジエンタメサラダパーソナリティのダンサー MC マッキーですビビットシュリンプラインのラツです東急デイトス線多摩プラザ駅から徒歩一分 FM サルース五コムスタジオからお届けしております この番組は、ジャンルを問わず、いいものはいいをモットーに、心躍らすエンターテイメント情報や音楽をお届けする番組です。八十四点一メガヘルツ FM ・サルースにて放送、YouTube ライブでも同時放送中です。はい FM ・サルースホームページトップ画面にも表示されています。そちらも合わせてチェックをお願いいたします。また、スマホの無料アプリ FM プラプラで、全国どこからでもご視聴が可能。 インターネットでも jcb a サイマルラジオから聞くことができますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。四月一週目。春ですね。春ですね。もう新学期も始まる,んで、ね、始まる頃ですね。はい、はい。もう本当にね、ピカピカの一年生ですよ。 可愛い子たちがランドセル背負って。はい。何色ですか。何色ですか。赤ですか。カラフルだよね。今ね。すごい可愛い色。水色とかね。ありますから。もう、きな感じでね。新しい新生活も皆さん始まって、どこかと思いますが。桜見ました。桜ちょいちょい見てますね。いや、もう、本当にね。日本の良さですよ。そう。本当になんか、桜が一番なんか、日本って感じ。ぽいですね。ぽいさがあってね。海外の人もすごい。いいよ、いいよ、いいですけど。期間限定っていうのが、やっぱいいんですよ。一週間、二週間しかね、こう、見れない。 かわい可愛い形がいっぱい今日もいますけどいいあの私もうちょっと薄着してくればよかったなみたいな<ー> T シャツとねレタスだけちょっと若い,い,いからね <laughs>、はい、もうあの T シャツでもねもちろんあの、うん、もう一枚着てるんですけど <laughs> あの、ね、放送に当たってね <laughs>、うん、こうね。 でもいいかななんて今思ったんですがよくよく見たらレザーみたいなねそうそうそういいんですよいいんですよ全然寒がりかもしれないし僕が暑がりかもしれないんでねそんなね春の放送をねお届けできたらなと思ってまして私たちあれでも暖かいああ夏夏夏系のね寒いよりはねでも僕寒い中のおでんとかホットコーヒーも好きですかにホットコーヒー大好きですよね <laughs> 体を温めて風邪をひかないようにっていうね、うんはい、気をつけましょう <laughs> はいそういうことで、はい、すがまあなんとねあのー、少しずつねあの情報も出してるんですが、はい、なんとですねえっ、ー、とこのカガラジがですね、うん、リニューアルが決まっておりまして次回の放送ですね4月21日の放送からですねカガラジ っていう名前はそのままなんですが、うん、今まであのこちらの FM サルースの方では「エンタメサラダ」という番組を展開してまして、はい、もう一つですね、うん、あの姉妹番組として川崎 FM の方でやらせていただいてた「メイド・イン・レディオ」というね、はい、あのかかわらじメイド・イン・レディオっていうのがありましてそちらの方の番組がですねなんと合併しまして。お<ー>はい 次週の放送からですね、はい、なんとボリュームアップと言いますかすごいね,こうねメンバーも増え、はい、メンバーも増え、まあ、いろんなねこう組み合わせがまた見れるんじゃないかなっていう形になりますで、うん、新鮮ですねまたちょっとねその話も少し後半でも触れていけたらなと思っておりますうんうん、うん、はい,いす、はい、それではですねここでまずは一曲紹介させてください好<き>もうこの時期にぴったり <laughs> みんな大好きじゃないですかこれ、はい行きたいと思います一曲目はこちらでですね決めしで桜 不。Wow. はーいお,お送りしましたのはケツメイシで「さくら」でしたかがらじエンタメサラダ はい,はいいい曲すぎても <laughs> あのイントロから良すぎすってあの曲に入る前にうわって言っちゃう、<laughs> 声入, <laughs> 入っちゃいました入っちゃいまし、あ、たそれぐらいねそれぐらい好きなの <laughs> もう名曲中の名曲ですねいやもうね季節感と言いますか、えー、もう本当に、はい、もう逆にもう、うん、桜の木を見たらこの曲ちょっと 流れますね頭に流れる流れる、ね、それぐらいの曲作ってるってすごいですよねすごい私あのもう桜と言ったらこの曲が一番好きはい もうはいもう今もうもうねジーンとしちゃった。うん世代だもんね。世代ですねまさにっていうとこなんですけどいやでも世代じゃなかったとしてもこの曲本当にそうそうなんか世代問わずといういやでも今でも聞くもんねだってそれがすごいしまあ僕ら流してますけどそうねということでぜひ知らない人知ってもらいたいうんいい曲でございますはいというねこの出会いは ね、こう別れと言いますかねかれ別れもあり出会いもありといったこんな時期なんですけどっ、はい、まあ新しい。 ねえこう切り替わっていくと新しい出会いがありっていうとこなんですがまあね新しいこの、ね、コンテンツもどんどん届けていきたいなと思っていて、はい、先ほど冒頭でも少しお伝えしたんですが、はい、このねエンタメサラダとこのメイドインレディオがこうねイイ、はい、くっついて新しくか、ね「かがらじ」っていうねまとめちゃおうっていういい、ね、<laughs> 形なんですけど、はい、ちょっとね、うん、それ今後こうね展開していくとどうやったら面白いかななんて考えてるんですけどもか、うん、かちょっと話してみたいなと思ってるのがなんかこんなのやってみたいな とか、ありますうんうん、うん。コーナー。コーナーとか、いや、逆になんかもう、それぞれメンバーでコーナーあってもいいんじゃないかと思って。<laughs> ああ、なるほどね。僕ちょい炒めやってるじゃないですか、とか、まあ、そういうなんか夏のみたいな。夏のなんとか、なんとかみたいな、ね。え、やりたい、やりたい。はい なんか前ねちょっっとやってましたよ、ね、<laughs> 今週のビタ,ビタミンっていうねみんなに元気が出るような、はい、あの時結構食べ物が多かったんですけどビタミンはね、まあ、いろんなね取り方があるんですけど、はい、こういう食べ物でビタミンう、ね、取って睡眠なんか質上がりますよとか,、はい、かそうビタミン D 取るとこうですよみたいなそういうのをね昔やってたんですけどまたやりたいかも。 なんかあの、うん、コーナーって僕もちょいためとかもそうなんですけどやっていくとなんかちょっと知識増えるじゃないですか。あれってなんかあのお得っすよねなんか、うん、自分がなんかとお届けしたいからちゃんと調べるからそれで頭がよくなるというか知識増えるみたいな責任状とかと思いながら確かになんかにんやっぱ聞,聞くとさそれを持って帰るでしょ。はいはい なんかそれでなんかためになることがおあるたまにあの生活しててあそういえばこの前言,言ってたなとか、ね、そういうのがあったりまあそれをね届けられたら一番ベストな、はい、リスナーの皆さんにもねこう活用していただけたらとかなんですけど,んどんなやりたいありあます、えー、でもビタミン楽しかったけど夏のお肉わかんない <laughs> おすすめのお肉を紹介しょうか <laughs> いやわかんだけど <laughs> <laughs> まだすごいなんかピンポイントでいいけど、うん、まあなんかビタミン楽しかったですねんか。 なんか健康志向なものも好きだし、はい、もともと。 楽しかったなみたいな、でも切羽詰まって調べてたんですけど。あ、もうね、もうね、もネタがみたいなあるんです。あれもね、ありながら、まだちょっとね、高頻度じゃなくてもいいんで、こうそれぞれにね、あの担当のなんかコーナーとかあったりなっているのが一個と。あと思ってるのが、こう、まだこう絡んでない組み合わせ、僕と夏ってかなりこう定番のこの。よくあのタッグを組むことが、まあ、このラジオの放送会でも、そうなんですけど。あの逆にね、ちょっとこことここ、話せんのみたいな組み合わせとか。はい。で、思い返せば、た。

結構男性が多いまあロ田さんマッキーとか多いからきかちゃんとかちょっと女女の子会とかどうちょっとやりたいですよ多分そうだったら多分タイムコントロールとか多分夏がやると思うので頑張っていただいてまあ女性会いいかもしれないですねしおりちゃんもまたあのね。 あもう女子会とかいいかもしれないしおりちゃんだって結構私少ないんですよね。2回ぐらいしかないからしおりちゃんときかちゃんと女子会。

ね、聞いてくれた方とか、あの公式の S. N. S. 見た方ね、このね、やってほしいですとかあればね、ぜひぜひ。あの、言っていただければと思うので。あとラジオだけじゃなくて、マイクラやってるけど、いつかは、このじゃ、もっとボリュームアップしたメンバーで踊りたい。みんな、せっかく踊れるから。いいね。そう、ダンス。ダンスを通してね。ショーでたりとあと、僕イベントとかやりたいです。ラジオ、このいっだけの番組でのイベントとか、もう全然、あの、大きさは問わず。もう、ちょっと、もう、全然、中箱、小箱で、からでもね。 ファンミーじゃないですけどやりたいですよね。いいねファンミーみたいな。ファンミーやりたいですね。おいろいろ話出ましたね。出ましたね。いいじゃないですか。い,いやもうちょっと楽しみにしていきましょう。はいお願いします。はいということでですね、うんえー、コーナーねいやもうなんかエンタメサラダで言うとラストっていうのがもうちょっとなんかまたね。あこれラストになりますか。かなと思いますがすこのコーナーも続いていけるのか。廃棄でいきましょう。<laughs> はいそれでいきたいと思います。はい心躍るエンタメ情報をお届けいきましょう。かからじフレッシュサラダ。 フレッシュ、フレッシュ。よし決まった。続けてフレッシュをできるのかラストフレッシュになったのかわかんないですけども、はい。ということでですね、ええ今日は K-POP の流行り、みんな大好きっていうのをねちょっとお届けしたいと思います。いやでも本当流行りすぎなんですよ。流行りすぎですね。どうですか？好きなアーティストいっぱいいるんじゃないですか？どうですか？ええなんか私は、はい。結構まあ好きなアーティストさん特定するよりもこの曲が好きとか、ああ。でそれできっかけでグループを知ることが多かったりとか。 しますけどあのそれこそヒロトさんと、はい、あと私あのダンスグループの相方のえりちゃんが「はい、えっとチムクルム」っていう k p o p のイベントやって,て、はい、そこだと私,私結構 k p o p 疎いんですけどそこで勉強になるうあこういう曲もあるんだとかこのダンスかわいいとかそういうのは結構ね「チムクルム」で勉強させてもらってるんですけどいいですね、はい、だからなんか幅広く好きって感じです。はい <laughs>、はい 僕はルセラムが好きですいやなんかあの本当にあの僕後悔というか2022年の年末に僕アジアアーティストアワードっていう韓国の方の主催の日本でやったもう大きい日本外イシールでやったアワードの祭典があってそこになんかイッチとかもいろんなゲストさん出ててで僕バックダンサー出たんですよ ATBO さんっていう。い グループのでその時に普通に控え室とかやっぱあって通るんですよ言ったら若手たちの控え室が近いというか普通にあ拶というか「うん、あのがとうごみたいなっていうのをしてるんですようん、うん、通りすがりにでその時に皆さんかわいいなーぐらいだったんですけどうん、うん、詳しくないから全然で後からして「うん、いたじゃん!」と思って「いたじゃん!」めっちゃ好きになったけど <laughs> あの時に知ってればもっとなんか。もったいない もうさらっとは皆さん可愛いねぐらいであっ見、ね、ますよーって言ってこうとたら通りすぎるだけ <laughs>、うん、そう、えー、あれは何だったんだろうねマッキー無理だーって言いましたもんマッキーだよーってああなるほどねはい。 めめちゃめちゃゃゃ貴重な体験してるじゃんだって「アニああやばっ!」「イッチーですよろしくお願いします」みたいな「で俺あっもっきそお願いします」みたいなのがあったんですよだからそれを今思うと貴重なんですけどその時からもっと詳しかったらよかったなっていうのはちょっと思っていてでまあそのね k p o p んでこんな流行ってんのっていうと、はい、僕もいろいろ調べたんですけどまず無料コンテンツがめっちゃ多いんですよ YouTube でまず全部楽曲の部分見れてであとこの推し カメラっていうのがあるんですけど韓国だと一人一人にこう特化したこのフォーカスした動画、はい、でそしてあのファンコンテンツみたいなのも無料でこう見れるものがかなり揃っていて日本って結構あの権利関係が結構厳しかったりとかで見れないコンテンツ多いんですけどうん、うん、韓国は本当に開けてて<ー>それがやっぱ世界的に流行したきっかけともやっぱ言われてます。でプラスやっぱりこうダンサーとかこう、ねはい、エンタメ的な視点でいうと、うん、こうバズるバズりやすい,、はい、いや狙ってますよね。 え、それはもう楽曲とか、振り付けとか。はい、振り付けも、なんかキャッチーで真似したくなるような振りが入ってたりとか。 そうですね短いワードでねやっぱこう離陸とかもね繰り返したくなるようなワードとかあるじゃないですか耳に残るワードが多いかもしれないねあれは絶対狙ってますよいやもう本当に私もやっぱ振り付けをやっぱ一番見ちゃうんですけどますよねなんかすごい独特な振り付けで難しいんだけどま似したくなるというか手振りとかもね手でこう表す振りとかもちょっと早いし難しいけどでもやってみようっていうなる。 ところ、あと簡単なところもあって、うまくできてるなってそ<う>振り付けしすごいです。誰ですか？ねいっぱいないですかね。<laughs> いやめっちゃそれそう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 。だからなんか M.V. でも見ててもなんかそれこそ振りも映えるし、はい、そうなんですよ。うんすごいですよね。なんかダンスの振りだけじゃなくて表情もね、はい、なんか。 あここでそうやって決めるとか愛い,いんだみたいなそういう勉強それは別にダンサーじゃなくてもうみんなできることだし、うん、ねなんかそこは結構いつもすごいなっていうのは k p o p 思います,、はい、表情ですね。はい、いいと思いますそんなですね、うん、ちょ曲も今日ねいいの持ってきてます、うん、あの表情チャレンジっていうのがね、うん、流行ってますのでこの曲の中なんですけどもハイブというねあのレベルというか。 ジムスの方から新しく、はい、ニュージーンズの妹分として3月25日にデビューしたばかりのねこのめっちゃ注目度ほやほやはい高いこちらのグループの、はいえー、新曲紹介していきたいと思います二、はい、曲目紹介するのはこちらですこちらです、はい、それではここで一曲紹介させていただきますアイリットでマグネティック お送りしましたのは、アイリットでマグネティックでした。カガラジエンタメサラダ 表情チャレンジぜひ皆さんやってください。はい。タタたたぷぶ。みたいなね、曲でね、こうね、表情をパチッと決めるみたいなね、あの、僕なんかやってもあれなんですけど、ぜひなっちゃんがやった方が良かった。はい。はい。はい。ということで。はい。はい。そんですね。えと、こちら、ラストのコーナーもどんどんいきたいと思います。しええ、ちょっとしたためになる話をさせてください。いきましょう。かからじ。ちょい。はい。ちょいためでございます。皆さん。 知ってますか、ミームって言葉知ってますか？ミームなんか聞いたことあって、はい、ちょっとさっき確認しました。はい、ということで,ですね、まあネミームとか最近言うんですけども、<laughs> はい、ええー、テックとありますね。このミームっていうのはなんかあのミーム化っていう言葉があって、もともと多くの人に知られてなかった映像とか画像とかが話題になって、うん、あのミームってもうみんな知ってるよねっていうコンテンツになってることをミーム化と言います。<う>なんで皆さんこの知らなかった人は、あ、こうやってなんかバズってみたいな流行ってみんな知っていくんだねっていう <laughs>、うん。 の「ミーム化しないとか「ミームになったね」とかって言った時に「えミーム?」ってなっちゃう人いると思うんでぜひこの「ミーム化」というね言葉、はい、僕も知らなくて「ミームって何?」と思って検索したんですけどぜひ知ってみてください。どんどんねあのダンサーとかクリエイターとかシンガーとか、まあ、いろんな、ね、表現する人は自分が持ってるコンテンツでこの「ミーム」をね 作っていけるかっていうところが多分ねバズれるかあとね売れるかっていうところになってくるので,いいで、ね、ぜひ狙っていけたらなと思いますぜひ今日はこれを覚えて書いてくださいね猫ちゃんのねはい猫ミームとかね猫が踊ってるのを踊りましょうとかありますので、うんはい、ミームかというワードでしたちょいためちょいとめ はいありがとうございまますああっという間ですね、本当に毎週毎週。本当にあの特にここの組み合わせはだから、速いって、秒みたいなスピード感でね進んでいくんですがね、でも、来週、次回か、次回からも楽しみですね、ちょっとね、面白くしていきますし、新しい試みもしていきたいと思ってますので、ぜひね、番組全体で箱押しというかね、応援していただければ、本当、幸いでございます。 うん、はいそれではですねこの時間はかがらじエンタメサラダをお届けしてまいりました。はいは えー、来週の、うんえー、この時間は締め番組のねシーズンズレディオが放送されてますので、はい、こちらも合わせて要チェックをお願いいたしま,す,お願いします。この番組は思いを形に集いをクリエイト株式会社かがり火の提供でお送りいたしました。次回の放送は4月の21日日曜日11時半から12時です。それでは皆さん楽しい週末でリフレッシュを。はいリフレッシュしてください。はい、桜も見てお団子食べていい感じにね。お花見して。はい新学期頑張ってください。はいよろしく。 お願いします,します最後は、えー、クビババさんの、はい、ラブマイセルフフューチャリングアクロケイジュの曲とともにお別れしたいと思いますエンタメザラダはこれでラストですが次からパワーアップするのでチェックしてくださいね、はい、お届けしましたのはダさん、MC のマーキーとビビットシュレンプラインの夏でしたバイバイ,バイバ